今年もね、あの街が呼んでます。僕のことを今年もあの街が呼んでますね。はい、もう歌舞伎町ですね。歌舞伎町に、今年は11月24日から、28日まで、歌舞伎町のホストクラブで、働きます。でこれなんでホストクラブやるのってね、人もいると思うんでちょっと説明すると、僕2019年の8月に初めてホストやったんですよ。でその時は、14日間2週間働いて8000万円振り上げ上げることができました。これマジで8000万円、こうやらせとか一切なしで、マジで上げることができたんですよね。あの時の僕っていうのはすごく世間からも叩かれてて、なんかちょっとそのとどん底みたいな感じだったんですけど、ホストやって、あ、こんなに応援してくれる人いるんだなってことですごく勇気をもらいました。それからね、フォロワーもね、 SNS のフォロワーも合わせてね、 Twitter、Instagram 合わせて10万人もいなかったと思うんですけど、もう一気に今でも200万人近くになりましたかね。全部合わせると、 YouTube とか合わせると200万人超えたのかなぐらいのフォロワーさんにね、応援してもらえるようになって、まあ、発信力イコールフォロワーさんじゃないんですけど、かなりの人にこう応援されるようになりましたね。もう2年しか経たないんですよ、まだ2年ですよ、あれから。はい、2019年からなんでね。で、去年もね、またホストをやって、3日間で去年は3500万円売り上げ上げることができました。で、まあ例年そうなんですけど、毎年、僕はフォロワーさんに売り上げのね、まあ、ちょっとその店との条件もあるんで言えないんですけど、何割かをね、僕の収入としてもらえることになってるんで、それを全部、フォロワーさんに配る、Amazon 欲しいものリストを買って、配るっていうことをね、やります。今年もやります。なので僕は別にそのホストで売り上げを上げてお金儲けしたいわけでもないですし、まあ、本業の方が調子がね、まあ、ぼちぼちいいんで、そっちがメインなんで、稼いだお金は全部フォロワーさんに、お配りします。はい、まあ、そういう意味で僕はそのホストっていうのはね、もうまた30超えてやるとは思わなかったんですけど、いろいろね、恩があるんで、歌舞伎町に恩がありますんで、コロナで困ってる歌舞伎町をね、ちょっと助けに行きたいなということでですね、今年もやることになりました。11月24ですね。はい、24から。まあ、皆さんね、遊びに来てくれるよって方もいらっしゃるかもしれないですし、まあ、遠くで SNS 見てるよって方もいらっしゃるかもしれないですし、まあね、いろんなね、人がいらっしゃると思うんですけど、ぜひね、SNS 上でも、その一体感を楽しんでもらえたらなと思いますし、本当にこれガチで配るんで、マジで配るんで、働いた翌日に、大体いくらぐらい稼ぎましたよっていうのを公開して、その瞬間から配ってきますから、多分早い人で Amazon 欲しいものリストだと翌日ぐらいに届くんじゃないですかね、っていうのをやってきます。5日間ですね、今年は5日間やります。はい、なんで、皆さん楽しみにしてください。11月24から28日までです。またね、あの街が呼んでますわ。あの5日間、まあ、あのね、今年5日なんですけど、あのホスト期間めちゃくちゃ楽しいんですよね。なんかすげえやりがいがあって、なんか変な話、会社やるより全然働いてるっていうぐらい、すごいやりがいがあります。はい。